あ、見てください、洋上に1機の風車が見えます。かなり大きいです。日本の再生可能エネルギーの切り札とされている洋上風力発電。海を活用すると外からエネルギーを買わなくてもいいぐらいの、のポテンシャル可能性がある。政府は2030年度には再生可能エネルギーの割合を 38% 程度まで一気に高める野心的な目標を掲げています。実現することはできるのか。再生可能エネルギーの現在地と未来とは。潜伏キリシタンの歴史で知られる長崎県五島市。人口は3万6000人で、美しい海と豊かな自然に恵まれた大小63の島からなっています。長崎県の五島市にやってきました。海に囲まれた町の電力を支えるのがこちら、風力発電です。五島市は必要な電力量の 56% を風力や太陽光などで発電。日本全体の再生可能エネルギーの比率は 18% なので、なんと3倍以上。再生可能エネルギーの最先端の島なのです。国内では山の上などで見かけることが多い風力発電。取材を進めると、海の上にポツンと見える一機の風車を見つけました。一体あの風車は何なのか。あの見た目はですね、普通の風力発電なんですけども、この下が違いまして、これ実は下は海なんですね。で、中見てもらえると赤いところと白いところがあるんですが、これが浮きになってまして、この風力発電は海の上に浮いてるんですね。これが最先端の技術が詰め込まれた風力発電の模型。再現しているのは水深100メートルの海底の様子で、模型では確かに浮いていますが、3000トンもある風車を波が荒い外洋で浮かせることができるのか。この日は波が高く、船も大きく揺れていました。走らせること20分。見てください、こちらが、アジア初の浮体式洋上風力発電ハエンカゼです。高さ50メートルほどの風車が海の上に浮いています。いや、でかいな。浮体式洋上風力発電ハエンカゼ。風車のブレードを合わせると高さは100メートルほど。国内で初めて商業化に成功し、一機でおよそ2000世帯分の電力を発電します。船は結構揺れてるんですけど、風車は全然揺れてない。波は結構あるんですけど。毎年のように台風が通る五島市でも一度も倒れたことはありません。実際に海の中を見てみると、水深76メートル地点で確かに浮いています。水深が深くても設置できるため、遠浅な海が少ない日本に適した最先端の技術なのです。政府は風力発電について、2030年までに原子力発電所10基分にあたる1000万キロワット、40年には最大4500万キロワットを目標に掲げていて、洋上風力は日本の再生可能エネルギーの切り札とされています。
なんか未来を見た気がしますね。未来じゃないです、現実ですよ。よくね、夢みたいですねって、夢じゃないんです、うん、だからもうこれから10年20年でこの風景が日本では当たり前の風景にしていかないと。再生可能エネルギーの普及が進むに従って新たな動きも生まれてきました。創業45年の練り物店島王、この会社の電力はすべて五島市で作られたものを使用しています。これが五島の電気 100% 使用してますよっていう供給証明書ですね、はい、電力の地産地消の取り組みです。五島産の電気を使うことによって僕らが支払う電気料も五島にとどまる、それでまあ雇用とか五島のためになるんじゃないかなっていうことで使い始めたんですよね。五島の電気を使ってるっていうことを大都市圏に営業に行くことによって、向こうもおっていう SDGs の時代ですからね。一方で洋上風力発電の設置には大きな課題が。それは漁業関係者の同意です。漁場が狭くなってしまう事態をどう受け止めているのでしょうか。その漁協としては揉めたりしたんですか。日本で初めてのことをやると、海の上でということで、当然漁業者としては音が出る、あるいはあれがくるくる回ることによって電磁波が出るということで、いろんな影響があるんじゃないか、こう心配する、当然ですよね、あの漁師の方々は。で結果的に5年間実証事業したんだけど、人間の体にもあのいろんな影響がない、で魚にも影響がないということが分かって、水中を見てみると、ハエンカゼの周りに魚の姿が見えます。発電のための装置に海藻が生え、魚たちの餌場になっていたのです。ここで成功例を作ったの、うん、みんなどこでもね、そう簡単に、はい分かりましたという話にはならないと思います。だけどモデルを作って、ウィンウィンの関係を構築しましたというものを作ってしまえばね、それが一つの基準になって、うん、私はそういう世の中になってもらいたいなと。五島市ではさらに年内にも8基の浮体式風力が投入される予定で、市内で必要な電力量のおよそ 80% を発電できるようになります。我々のこの今の生活自体が化石燃料中心の生活ですけれども、それが再生可能エネルギー中心の生活に変わっていく。生活が変わるということではなくて、産業が変わる、より豊かで安定した、サスティナブルなんですね、世界に変えていく、うん、まあ、そのきっかけなのかなと思って。